箱はなくなっちゃってる。何があったんだ。コンビニっぽいですけどね。うん、あっち、あ、暑いぞ今日、やべえじゃん。よし、まあ、ぼちぼちと散歩動画も回していこう。雲は大丈夫と思うけどな。雨はさすがにこんなに夜景生えてるけど、ちょっとね、なんか夕立が降りそうな雲具合ではあるんですよね。うん、まあ、じゃあ逆に言うとそこら辺だけ気をつけとけばいいのかな。よし、一応多分道沿いにスーッと行けば、だから水口の中心部の方に向かって歩いていけば、駅には着きそうなんでね。しかしあれですね、意外と細かい支線があったんで、案外結構この電車の本数だと全部行こうと思うと意外と大変かもしれない。とりあえずマリパダまで一発ドンと出たいところではあるな。あれ、めちゃくちゃ集まってきたね。おっと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 。しまった、帽子持ってくりゃよかった。いや、意外と暑い。飲み物飲まんと。あ、そこに踏切があるから、渡らずに手前のこの道を行ったらいいのかな。この辺が木部川。ここはちょうど木部川の交差点なんだ。まあ曲がってもいいし。あ、っていうかこっち側に歩道がねえんだ。なかなか変則的な形ですね。そっちにはあるけどこっちにはないから。まあどっちにしろここ曲がった方がいいみたいなんで。あ、意外と細いな。さあ。あら、細いね。ああ、バスでよかったんじゃね。うん。ああ、バスでよかったかな。まあ、なんせ今回ね、ちょっと、一本奥入った方がいいか。これちょっと、歩道なさすぎて怖いな。よし、逆に言うと歩きでないとこんな裏入りませんからね。はあ、あ、そうで、この前の放送のやつ、これを10月に差し込むんだったら、VS 4日地区で、のシリーズは全部ね、もうあの AI の編集で音声聞き取りやすいように加工をかけてましたけど、こっちの方の歩道が広いや。今回はここら辺の散歩とかに使ってるやつは、あの AI 加工はいちいち課金ないで行ってみようかなと思います。まあ、カメラも変えて、実はこの新しいカメラの編集まだしてないんだよな。それでカチカチ音とかあの辺りがどれぐらい経験されてるのか、まだね、ちゃんとね、あの編集かけれてないんで分かってないんですけど、多分大丈夫なんで、なんでその辺りね、もう MAX でかけるその AI 編集のやつだって、あれね、あの結局その AI の加工時間がめちゃくちゃかかるんですよ、時間が。だから1時間の加工しようと思うと、ほんと加工だけで1時間かかって、だからプラス1時間ぐらい余計にかかっちゃうんで、
ちょっとね、それはかかるなということで、あ、それこれ元に戻るな。よし、いい抜け道やった。そこ細かったもんな、はあ、逆にこっちは車で抜けるにはあれですね、もうそのままストンって行った方が便利ですね。全然よいしょ。そうなんだよね、こっちはね、一般の音声加工編集でイコライザーの手動でちゃちゃっとやっちゃうので賄えるんちゃうかなと思ってるんやけど、どうかな、どうか、このまま作れんな。あ、で、これはまた沿線なんや。そう、こんな感じで沿線をね、ずっと行くと行けるみたいでね。あ、さっきのとこだけでよかった。こっちの方に来ると歩道があるで、これなら歩きやすい。おっとっと、意外と人通りは多いっすね。敷石変えたりしてるんですね。よく見たら枕木もコンクリート枕木ですね。そう、あんな感じで木のねやつとコンクリートがあって、コンクリートの方がいわゆる安定性が上がるんで、ただちょっと効果がありますからねってやつですけど、この辺りはちゃんとコンクリート枕木使ってるんですね。へえ。あ、まあそっか、言ってセーブグループですからね。よいしょ。まあだいぶローカル感強いですけど、いや、合戦橋とかだいぶローカル感強いな、これ。いや、これ相当だな。いや、これ相当。また、あ、電源切ったいな。これはやっぱローカル感強いわ。おお、すごいな。へえ。かなり、この辺りとかも、かなり、すごいな。へえ。汚い。へえ。やべ、さすがにしまったな。これはボス必須だ。あ、このとこに神社もある。川田神社、よいしょよいしょ。あー、やっぱ日差しが出てくるだぜ。あー、これまずかくで、よいしょ。時間はまだ30分近く、一駅先ですから32分ぐらいでしょ、4分ぐらいはかかるはずなんで、電車もね、ちょうどいいや。あの、意外とこのローカル鉄道でね、ターミナル企画やるときはね、何かきついてね、すぐに折り返しますよ系のね、あの端っこの駅だと一駅歩いて次の電車っていうとね、あのまるっと2時間とか空いたりしてしまうんで、逆にここでね40分ぐらいキープしてくれるのはありがたいですね。
へえー。